皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。河野太郎氏肝煎りの再エネタスクフォースに参加していた大林美香氏が作成した資料に、中国の国営電力会社、国家電網講師のロゴマークの透かしが入っていた問題で、河野太郎大臣が逃げ回っている理由について、キーマンとなる人間を直撃したという情報が入ってきましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら。 デイリー新潮政府資料に中国企業のロゴ問題で河野太郎大臣が逃げ回る理由もう一人のキーマンを直撃すると驚きの答えが再生可能エネルギー導入に向け規制見直しを検討する内閣府の会議資料から中国国営企業のロゴの透かしが多数見つかった問題で政府が本格的な調査に乗り出しましたそもそもロゴ入り資料を作成するような人物がなぜ 日本のエネルギー政策を占う会議に出席していたのか、メンバー選定に関わった内閣府のキーマンに話を聞くと、意外な答えを口にしました。批判の高まりを受け、資料を作成、提出した内閣府タスクフォースの民間構成員で公益財団法人、自然エネルギー財団事務局長の大林美香氏は3月27日、辞任を表明。その際の会見で、 あまりに不注意だったと反省していると深く陳謝しました。大林氏は資料にロゴが入った理由について、パソコンの操作ミスで、編集ソフトのテンプレートに残ったのが原因だったと説明し、財団と中国企業、政府との間に金銭、資本、人的関係はないと話しました。ただ、林義正官房長官は28日、河野太郎氏のもとで、内閣府において、 中国政府からの不当な影響を受けていなかったか調査を行う」と述べ政府として疑惑の解明に乗り出す方針を示しました。全国紙社会部記者。まず大林氏は財団と中国企業政府との間に金銭資本人的関係はないと説明しましたが習近平が提唱するアジアの広域を送電網でつなぐエネルギー版の一帯一路構想であるアジアスーパーグリッド構想に賛同していますから全く説得力がありませんよね。 そしてもう一つは河野太郎氏の下で内閣府において中国政府からの不当な影響を受けていなかったか調査を行うとしていますが大林氏を選定した河野大臣に調査を任せても意味がないのではということになりますおそらく調査結果は何も問題がなかったというでしょうしかし今後国会ででで追及を受けるのでそううは問が下ささないでしょうねさらに今後内閣改造があれば河野太郎氏には疑惑が生じましたので 岸田政権下では大臣に選ばれることはないでしょう。大林氏は自らの厚生員就任の経緯について、河野大臣の推薦があったと聞いていると話し、問題発覚以降、河野氏の認識や脇の甘さに批判が集中。ところが、当の河野氏は国会で野党から追及されても、所管外を理由に答弁回避を連発し、放課無理を決め込んだままだ。これについては私の、 こちらの動画で紹介していますので、動画の最後におすすめで表示をさせておきます。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。そこで問題のタスクフォースの人選や立ち上げに関わった内閣府の規制改革、行政改革担当大臣直轄チームの中心メンバー A 氏に話を聞くと、こう話し始めた。ちなみにこのキーマンとなる A 氏は一体誰なのかということなんですが、それがこちら。この問題を一番最初に指摘をしました。 アゴラ編集長の池田信夫氏 A 氏は山田雅人参時官彼は昔から飯田哲也や大林美香の仲間再エネで日本のエネルギーインフラを破壊する工作員だということで池田信夫氏は工作員とまで言われていますねそして以前の動画でも紹介しましたがこちら高野幸男氏のポスト問題のオンライン会議には内閣府の山田雅人参事官が同席している 彼は経産省から出向した移植の官僚で筋金入りの反原発派として知られる核燃料サイクルに反対する19兆円の請求書という怪文書をマスコミにばらまいたと言われその後は官職に追いやられていた筋金入りの反原発派ということは河野太郎氏の思想信条と同じなわけですなので怪文書をばらまくというバカな行為を行ったのでしょうそりゃ官職に追いやられますよね そこでこの山田氏を拾ったのが河野太郎氏でしょうねそこでこちら産経新聞中国企業ロゴ問題内閣府意図したものではない原因究明を急ぐ考え X の指摘で判明こちらの方が内閣府の山田雅人参事官です再生可能エネルギー導入に向けた規制の見直しを目指す内閣府のタスクフォースで提出された資料に中国の国営電力会社 国家電網講師のロゴマークの透かしが入っていた問題で内閣府規制改革推進室の山田正人参事官は25日東京都内で記者会見しロゴが入った経緯について説明しました山田氏は意図したものではないと強調し原因究明を急ぐ考えを示しました山田氏の発言用紙と記者団との主なやりとりは以下の通りです今は付き合いない会見の冒頭 山田氏は経緯などについて説明しましまた内閣府再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース民間構成員の大林美香氏が勤務する公益財団法人自然エネルギー財団が2016から19年に開いた複数のシンポジウムで国家電網講師の関係者が登壇その際資料のスライドを先方の許諾を得て 大林氏がしてしま,ったまずこれはパワーポイントのテンプレートではなくキーノートのテンプレートだったということを財団が説明していたのでそこがまず間違えているわけです。さらに大林氏は資料のスライドを先方の許諾を得て引用したと言っていますが本当の専門家ならテンプレートをもらうようなことはしませんし。 引用するのであればテンプレートではなく画像データで十分でしょう中国企業からテンプレートのデータをもらうなんてパソコンデータが盗まれる可能性がありますから普通はしませんよねこれはこの財団もしくは大林氏と中国との深い関係があることを示していますよね20年に新型コロナウイルス化が起きそこから国家電網講師とは自然エネルギー財団も大林氏も付き合いがなくなったと聞く この説明では何の証明にもなりませんので本当かどうかは疑わしいですそこで記者からの質問です国家電網講師とは世界最大の電力会社で中国国営の総配電会社だ自然エネルギー財団との関わりは財団は東アジアなどを送電線でつなごうというアジアスーパーグリッド ASG 構想を持ちそれを議論する場が16年から19年に行われた 16年にシンポジウム他にワークショップなども開かれたようだどの会議のどの資料を使ったのか教えてほしいと自然エネルギー財団に頼んでいる現時点で特定できていないこれが一番問題なんですよねこの ASG 構想は習近平のエネルギー版一帯一路構想ですからアジアは原子力や火力発電は全てやめてこの送電網のみで電力供給をするという構想ですからそうなると中国の移行次第でいつでも電力が止められるわけです そんなバカな構想をこの財団は検討しているわけです。過去30回のタスクフォースの会合で ASG 構想が議論された経緯はない。ASG 構想の実現を目指した非営利団体グローバルエネルギーインターコネクション発展協力機構税デコは16年3月の設立時自然エネルギー財団を設立した孫正義氏が副会長で国家電網講師の当時会長が会長を務めていたが 現在孫氏は副会長の座から降りている当時民主党政権が孫正義氏の意向を組んで再エネフィットや付加金を設定しましたから今の立憲は一部指摘をしている議員はいましたが執行部はこの件で河野太郎氏を追及する絶好の機会なのに全くのだんまりですよね。大林氏が問題ののの資料の提供を国家電網講師側から受けた際のシンポジウムとは税デコの設立会合が該当するのか該当すると理解している。 これ以外にも何回か財団が主催した会で登壇されたことはある大林氏と税デコは密接な関係があるのがわかりますよねそこでこれらを踏まえてデイリー新庁に戻りますそこで問題のタスクフォースの人選や立ち上げに関わった内閣府の規制改革行政改革担当大臣直轄チームの中心メンバー A 氏に話を聞くとこう話し始めた大林氏について言えば私が彼女に白羽の矢を立て構成員に推薦し それを河野氏が了承したというのが正確な流れです大林氏は再生可能エネルギーの世界では高明な方でその知見とともに大手電力会社などから独立した立場にあることなどを考慮して適任者と判断しました A 氏もう A 氏は山田正人3時官以外には考えられませんね山田氏も大林氏も河野氏もみんな来るということになりますよね政府の実施計画に反映問題の ロゴ入り資料が配られた会議とは、内閣府、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースを指す。内閣府によると、同タスクフォースが設置されたのは菅義偉政権発足に伴う2020年。同年10月の初心表明演説で菅総理、当時は2050年、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すと宣言し、 温室効果ガスの排出削減に取り組む決意を表明しましたこの菅総理時代が河野太郎氏や小泉進次郎氏を重用していたのがまずい時期でしたよね菅政権下で内閣府特命担当大臣として規制改革の旗振り役を務めた河野氏は再エネ分野における規制改革でも司令塔的な役割を担い今回のタスクフォースの責任者に就任 A 氏が続ける。 ただ当時の内閣府の規制改革推進会議では、応援廃止などデジタル面の課題に対処するメンバーが中心で、再エネ分野の専門家はいませんでした。そのため河野氏が号令をかけ、新たなメンバーを集めることになった。同タスクフォースが規制改革推進会議から独立した形に位置づけられているのは、そういった経緯によります。A 氏。つまり、 本来はデジタルで規制改革をしようという趣旨だったのにいつの間にか河野氏は法的根拠のない再エネのタスクフォースを立ち上げてしまったというのがわかりますねそれゆえタスクフォース内で出された結論は規制改革推進会議の答申に盛り込まれない反面政府の規制改革実施計画には反映される抜け道のような奇妙な構造が生まれたという法的根拠のない集団なので本来やるべき規制改革推進会議の答申に盛り込まれないのに 政府の規制改革実施計画には反映されてしまうということになりそれが岸田首相の目に入る抜け道を使っているということになりますこれは国民民主党の玉木代表も指摘をされていますエネルギー版一帯一路内閣府の資料にあったのは中国の国営電力会社国家電網公師のロゴだが元会長の龍善や氏は中国共産党中央委員を務める人物で知られるつまり中国共産党の人間であるということになります 劉氏は中国による一帯一路政策のエネルギー版とも称される東アジアの電力網を結ぶ計画アジアスーパーグリッド構想の推進機関であるグローバルエネルギーインターコネクション発展協力機構の元会長を務め自然エネルギー財団も同機構の理事会メンバーを務めていた同構想については以前から中国に電力供給の主導権を握られ 日本のエネルギー安全保障を危険にさらすとの指摘が絶えませんでした前出記者そうなんですよねこの自然エネルギー財団が同機構の理事会メンバーを務めていたということはもう中国の意図を実行する財団と見てよいでしょうそんなメンバーを河野太郎氏は意図的に選んでいたわけです河野太郎氏は親中と言われていましたが今まで本人に対してはこれといった証拠が出てきませんでしたようやく尻尾をつかんだ形になりますよね これら懸念について A 氏に尋ねるとこう反論しました大林氏の推挙にあたっては当然公開情報の範囲となりますが財団に関することなども調べましたご指摘のスーパーグリッド構想についても承知しておりますが日本から韓国や中国に電気を売ることも可能となる点など総合的に判断して問題ないと考えたもともと自然エネルギー財団は孫正義氏 ソフトバンクグループ会長兼社長が資材10億円以上を投じて設立したもので中国政府との関わりを疑うに足る痕跡は見られなかったただ一方で中国のちらつく影を気持ち悪いと感じる気持ちはわかるのできちんと調査して明らかにする方針です A 氏この説明には無理がありますよね自然エネルギー財団は ASG 構想を進める機構の理事会メンバーを務めていましたから しかもこの A 氏が山田雅人参事官であれば大林氏と友人ですからねみんなグルということになりますなのでこのきちんと調査して明らかにする方針ですというのは期待が持てませんよねそこでこちらこの問題を一番追及している国民民主党の玉城代表自然エネルギー財団の件我が党の磯崎議員が斉藤経産大臣と内閣府に質問し外国勢力との関係の有無が明らかになるまでは 経産省の審議会で意見を聞くことはないこと、内閣府の再エネタスクフォースは開催しないこと、明確な答弁を取りました。政策の歪みを正していきます。ということで、外国勢力との関係の有無が明らかになるまでは、経産省の審議会で意見を聞くことはないこと、内閣府の再エネタスクフォースは開催しないことという明確な答弁を取られました。これは自然エネルギー財団としては痛手であり、河野太郎氏も痛手でしょう。 では実際の質疑をご覧ください。それではどうぞ。え、この再エネタスクフォースの公表資料に中国企業のロゴ記載があった件について質問させていただきます。えー、先ほど、あの、大臣の方からもご答弁若干ありましたが、少し被りますけれども、改めてご答弁いただければと思います。まず、この再エネタスクフォースの公表資料に、この企業のロゴがあった、これについて、え、経産大、あの、斉藤大臣、それから高市経済安保大臣から、 コメントがされているということは承知をしているんですけれども、改めて今後の対応方針について、これは経産大臣、それからあ今日は内閣府の方からも人来ていただいておりますので、双方からお答えをいただきたいと思います今後のお話ということでありましたので、有識者の資料の中にです、ね、なぜ特定企業の透かしのようなものが入っていたのか。 当該団体が不透明な形で外国政府や特定企業から強い影響を受けていないかなど、えー、まずはあ事実関係の確認を行わなくてはならないと思っています、そしてこうした懸念が払拭されるまでの間は、ヒアリング等で当該団体から意見を聞くことは控えたいと、まあ、こういう対応をしたいと思っています、はい、内閣府規制改革推進室お答え申し上げます。 あの内閣府の再エネタスクコースの公表資料に中国企業のロゴの記載があった件につきましては中国企業のロゴの記載が入った資料を再エネタスクコースの資料として提出した大林元構成員及び同氏が所属する自然エネルギー財団等が 中国政府などから不当な影響力を受けていなかったかなどにつきまして、内閣府において調査を行っているところでございますけれども、引き続き速やかに詳細な事実関係の確認などの調査を行っていくこととしております。はい。えー もう一つあの、内閣府の方にお伺いしたいんですが、えー今、今のちょっとコメントのところで、これ、さらとになりますけれども、経産省としては今、大臣からお答えいただきました、しばらくヒアリングは控えるというお発がありました、内閣府の方もしばらくヒアリングは控えるんでしょうかあのまずはです、ね、あの事実関係の,、まあ、あの調査といいますか、調査を行っておりまして、まあ、その間はあの再エネタスクコースの方はですねあは開催を見,見合わせることになると思っております、えー、しばらく開催を見合わせるということでありました。では、次の質問なんですが、あのこの件に関して、 まあ、当該の団体ですね、えー、資源エネルギー財団の方から、す、え、で、ー、に公表、説明等がこうホームページ等でも公表されておりますけれども、こうした説明内容に対する内閣府さんの受け止めについて確認をさせていただきたいと思います3月26日でございますけれども、資源エネルギー財団が、まあ、ホームページ上で、えー、資料を公表しておりまして、再、えー、エネタスコースの公表資料に中国企業のロゴが 資料に入ってしまったまあ、作業上の経緯について説明しているということは承知をしております。また、あの併せて中国政府などからのま不当な影響がなかったかと。 いう点に関連いたしまして、えー、自然エネルギー財団は特定の国や地域、えー、さらには特定企業、団体の利益を代表するものではありませんと記載されていることはあ承知をしておりますが、まあ、引き続き内閣府において速、まあ、やかに調査を進めてまいりたいと考えております、はい、崎君、えー、財団の方は、えー、このパーポ資料を作るときのミスだと。 作成ミスだというふうに言っているんですけれども、内閣府さんもミスだと思ってまあのロゴが残った経緯につきましては、ですねあの私どももあのお、まあ、初動といいますか、あの今回の件が発生した直後からあの確認しているとおりのご説明でございました、他方であのおーサイネタスクコースの,その審議のまあ公平性という観点から、今申し上げたような視点でですね調査が必要だというふうに考えておりまして、その調査を行っているところでございます。ちょっと時間が来ままししたののででこれれ終わりにしますけれどもあの 資料を作るときにミスが出るっていうことは、そもそも財団の方が、この中国企業からもらっているものは、PDF の資料じゃなくて、パワポの資料もらってるんですよ、データ作れるんですから、で普通ですね、私は民間企業20年勤めてた人間で、そういうデータ扱ってきた人間なので、相当注意しないとデータって渡せません。 下手に改ざんされるとか、そういう危険性もありますし、いろんなリスクがあるので、普通は相手がいろいろいじくれないような形でデータって渡すものなんですよ。PDF とかって形で。今回は明らかに修正できる形のデータを渡したということは、それなりの信頼関係がないと、普通はこういうデータのやり取りっていうのは発生しないんではないかな、というふうに私は捉えていますので、私は財団の今の説明っていうのは全く納得がいってないので、その点も含めて内閣府の方にはしっかりと調査をいただくことをお願い申し上げて質問を終わります。はい。ということで、 磯崎氏の最後の発言には全く同意ですねそれなりの信頼関係がないとデータは渡せないというところですこれは中国企業との深い信頼関係があることに疑念を抱いているわけです本当に国民民主党は良い質問をされていますよねということで国民民主党は今後もこの問題について国会で追及をしていくと思いますのでまた新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますですのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメント X のフォローもよろしければお願いします。また、このチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。